黄金の乱に端を発した天下の乱れは群雄割拠のようをもたらした。黄河が流れる河北では孫策が破竹の勢いで周辺一帯を制していた。陸遜は孫策に敗れた豪族陸氏の出身である。戦功を挙げれば 孫悟の天下で陸氏の最高を助けるとの約束を孫策と交わし、陸遜は孫策の将となる。初戦の戦場は曹操の本拠京都であった。殿、進路は我が隊が確保しました。あとはこの主軍で 巨匠前に展開した守備軍を叩くだけです。おお、ありがとうよ陸遜。しかしお前すげえ働きだな。この程度例の件よろしくお願いします。ああ、お前の一族の話な、心配いらねえぜ。つうかお前の家はお前の先行だけで十分に栄えそうだけどな。さあ、まずは目の前の曹操だ。みんな曹操の隙を突いて奴の本拠京都を取る。行くぜ、敵を全部ぶっ飛ばすんだ。孫策、まずは正門に戦力を集中しよう。君の戦は正面から堂々。そうだろう。 私の知略に勝てると思うか。敵将、私が討ち取りました。油断したようだな。 通してもらえねえか。この拠点は陸白元が制圧しました。すげえじゃねえか。よし、俺らも決まっていくぜ。
なんとかしのがねば。この拠点は陸白玄が制圧しました。 厳しい状況だな。 私の知略に勝てるとお思いか。 危ないところでした。 援軍感謝いたします。 敵将、私が討ち取りました。 さすがですな。 将兵らの士気も高まりましょう。 敵将、私が討ち取りました。 敵将、私が討ち取りました。さあ、俺と勝負だ。カットしろ。敵将、私が討ち取りました。やってくれるな。我が陣営も姿勢が上がろう。
わけな。あと少しだ。みんな本陣に突撃だぜ。陸白元が制圧しました。すっげえじゃねえか。よし、俺らも刻っていくぜ。敵将、私が討ち取りました。まだ敵がいるとは、少々想定外だったな。敵将、私が討ち取りました。私の知略に勝てると思いか。敵将、私が討ち取りました。さあ、俺たちの勝ち。兄上、敵は追っては来るまい。おのおの本陣まで撤収せよ。どうなさいます。殿亡き今、皆は孫権殿の命を待っておりますぞ。しばらく攻めは控える。まず孫吾の内を固め、強き国にするのだ。では私は外へ。孫権殿が孫吾の内に専念できるよう、近隣の異民族を制しましょう。行く。孫、無理はするなよ。私には体毛があります。天下への歩みを止めるわけにはいきません。巨都攻略を目前に孫策が敵の強靭に倒れ、孫吾は撤退を余儀なくされた。その後、孫権を主とした孫吾は劉備と手を組み、曹操を赤壁で打ち破った。結果、天下は三者が対立する時代を迎える。この状況下、孫吾にとって問題となったのが、益州奪取後も慶州にとどまる劉備の軍勢であった。天下の要所である慶州を抑えられては不利。孫吾のうちに緊張が高まる中、陸遜が辺境から帰還した。
劉備め、慶州に意を示し天下に緊張をもたらすか。今慶州を抑えているのは曹操ともつながりのある関羽。それを考えるとなお孫悟には好ましくない状況ですな。ですがもはや生還は許されません。慶州は取るべきです。おお、戻ったか陸さん。そっちの守備はどうだ。上々です。三越の民を軍に加えたことで戦術も広がりました。うん、ならば陸遜、この件お前に任せてもいいか。はい、私もそれをお願いに来ました。赤壁に間に合わなかった分、慶州で結果を出してみせます。
かる。お前には対話できたな。おるよ、もういいよ、倒せ。私が討ち取りました。敵将、私が討ち取りました。敵将、私が討ち取りました。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。
後は卑劣感になど屈しません。みんな盛大に勝ち時をあげよう。こんなところで負けられませんからね。ソンの活躍により慶州での戦いは一応の勝利を収めたが、劉備の軍を駆逐するには至らなかった。中でも劉備が孤高と頼む軍神関羽は頑強に抗戦を続け、慶州から天下を平定していた。もはや曹操にとっても関羽は取り除くべき存在。そう判断した陸遜は孫権に曹操との共闘を進言する。知略、武勇、そしてそれぞれの思惑、乱世の全てが注がれ、戦場となる繁盛は風雨に荒れた。バカな、曹操が我々と組むなど考えられん。いえ、もはや義にとっても関羽は脅威、利害は一致します。今孫悟は劣勢、現状を打破するには慶州が必要でしょう。陸遜、何を焦っている。私は何としても孫悟の天下を勝ち取りたいだけです。私の願いはその先にしかないのですから。分かった、殿、俺が補佐します。陸遜に任せてやってください。いいだろう、リョモ、リクソン、その治癒で我らの明日を切り開いてくれ。関羽の軍を繁盛に侵入させてはならん。援軍は必ずや来る。それまで耐えるのだ。報告、南門が敵に攻められています。私の知略に勝てると思うか。よく来てくれた、やりきるぞ。師匠、持ってやるやるじゃねえか。おのども耐えよ。敵将、私が討ち取りました。敵将、私が討ち取りました。よしよ、敵将、私が討ち取りました。敵将、私が討ち取りました。我らも続くぞ。関羽に不満を持つ職種を策で暴落して、この間を見てこちらへと寝返るってはず。関羽の下の人は結構きつくってな。わしはそっちに出してもらうぜ。
この拠点は陸白元が制圧しました。からの合図だ。やってくれ。まずい、奴ら包みを切りやがった。そうだ、リクソン。この勝利、孫悟の天下への大きな一歩。リョモア殿、お礼としたことが、まさに一矢報いられたといったところか。
私が流行ってこのような戦を仕掛けなければ。そうではない。聞け、リクソン。己にこだわるな。視野を広く持て。お前の願いも大事だろう。だが、殿が向かおうとする先も。リオモード。リオモードの。囲碁の連合は関羽を打ち倒した。これにより孫悟は慶州の大部分を手に入れたが、一方で治癒兼備の名将呂蒙を失った。生前の呂蒙の推薦により、リクソンは呉軍の全権を任されることとなる。蜀では関羽の死に我を失った劉備が大規模な軍を編成、孫悟へと向けて進軍を開始した。戦は避けないと見た孫権は、ならば蜀との雌雄を決するまでと意を固め、医療に陣を敷き蜀を迎え撃った。調和の上での定律、それが殿の目指す天下。ああ、私は争いさえなければこの定律の世も悪くないと思う。それぞれの代表者による会合を設け、平和のもとに各地を束ねる。不戦を前提として孫悟と蜀、そして魏が共存すると。そうだ、だから私の戦いは古めかしい天下への野心をくじく戦いだ。では殿は本当は慶州さえも。理想の前に切り開くべき現実もある。あれはあれで正しかろう。今のこの劉備との戦もそうだ。リクソン、打開してくれるな。はい、身命を賭して。軍で血迷った劉備さえ撃てばいいのだ。大軍に臆することはない。みんな進め。炎で敵を一掃します。支援部隊は東の崖へ。他の皆さんは彼らの進軍を援護してください。敵将、私が討ち取りました。援軍とは助かる。お前には借りができたな。敵将、私が討ち取りました。戦意気と称したままおめえをぶっ飛ばしてやる。
やるじゃねえか。敵将、私が討ち取りました。次は絶対負けねえからな。敵将、私が討ち取りました。玉徳、玉徳、己孫悟め、許さんぞ。お見事ですな。我らも武を示さねば。おのども耐えよ。ここが正念場だ。孫悟め、炎とは。いや、この炎、私の不明が招いたものか。絶好部隊より伝令です。敵の援軍がこの医療へ向け進軍中とのこと。さあ俺と勝負だ。アップしろ。お、いいとこに来た。敵将、私が討ち取りました。敵将、私が討ち取りました。敵将、私が討ち取りました。すげえじゃねえか。よし、俺らも決まっていくぜ。よし、ついてこい。俺の戦ぶりを拝ませてやる。私たちで劉備殿の活路を開きましょう。仕方ありません。赤兵八陣への道を開きましょう。敵将、私が討ち取りました。この拠点は陸八軍が制圧しました。敵将、私が討ち取りました。敵将、私が討ち取りました。この拠点は陸白元が制圧しました。敵将、私が討ち取りました。やるじゃねえか。よっしゃ、俺たちも気合入れてつ。敵将、私が討ち取りました。者ども耐えよ。ここが正念場だ。俺は手強い。されているぞ。
明らかに策でしょう。ですが、ここは何としても突破します。かかりますかね。を煩わせて申し訳ない。
我が自虐に勝てるなど高原一帯は敵将私が討ち取りました。私は負けるわけにはいかない。神は仲間のため、我が志のため、敵将私が討ち取りました。敵将私が討ち取りました。敵将私が討ち取りました。私が討ち取りました。みんな立ち時を上げよう。我々の勝利だ。これで残る敵は曹操のみだ。こんなところで負けられませんからね。何を思っている？私の願いは、力士一門の剣聖を取り戻すことでした。劉備と同じく、失った過去への執着で戦っていたのです。ですが、殿は全く新しい形の天下、未来を示された。孫悟の天下と道を違えるか。いえ、少し未練はありますが、もう答えは出ています。人が進む先は前しかありませんからね。医療に散り、三国定律の天下はその均衡を失った。残る曹操を倒せば孫悟の天下が実現する。しかし劉備の益州を平穏してもなお、孫悟と曹魏の間には大きな戦力の隔たりがあった。この不利を覆すため、陸遜は周邦の奇策を入れ、石庭の地に将兵の個性を生かした布陣を敷く。画集を超えて戦を描こうとする陸遜の志は、将としてまた男としてさらなる高みに上らんとしていた。なるほど。では周邦、この戦はあなたの策を用いましょう。あなた自身も危険な橋を渡ることになります。どうか気をつけて。両党殿、漢城周辺が主戦場となります。先行して準備願いますか。了解。しかし今回は小ずるいね。魏の連中の泣きっ面が楽しみだ。どうかなさいましたか殿。いや、変わったと思ってな。私がですか。はい、殿や余毛殿から多くを学びましたから。何でも私がと気負うのはもうやめにしたんです。
敵将、宗宮は完全にこちらの術中ですね。周方の投降を信じ、艦上へと入りました。よし、西の崖から艦上へ突入。宗宮を切れ。敵軍を混乱させた後、一気に押し込むぞ。これが大暴れすりゃ、うちの策も上がりだぜ。おら、宗宮、覚悟しやがれ。わしが相手だ。うつびもらい受けると。敵将、私が討ち取りました。敵将、私が討ち取りました。何、この城は周邦が投降して義に。まさか俺は騙されたのか。この張文煙がお相手しよう。どなたも耐えよ。ここが正念場だ。それまた戦場で武を競う。敵将、私が討ち取りました。この拠点は陸白元が制圧しました。私が討ち取りました。おお、気合が入っているな。あれらも続きそう。伝令、敵増援、この地へ向かっています。自分はそうしとう。戦いが望みとあれば容赦せぬぞ。自分を守ると荒々しき矛よ。敵将、私が討ち取りました。いますよ。私が討ち取りました。お見事ですな。我らも武を締めた。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。この拠点は陸白元が制圧しました。私の知略に勝てるとお思いか。敵将、私が討ち取りました。敵将、私が討ち取りました。やるじゃねえか。よっしゃ、俺たちも気合入れてくぜ。者ども耐えよ。ここが正念場だ。この拠点は陸白元が制圧しました。
敵将、私に勝てるつもりか。なんとの思いだ。今は引こう。最後に勝利するために。敵将、私が討ち取りました。 私が討ち取りました。敵将、私が討ち取りました。引かねばならない。だが我が後はまだ消えたわけではない。敵将、私が討ち取りました。中国、そして皆よ、よくやってくれた。この勝利、 での戦いに勝利し、孫悟は曹操の戦力を大幅にそぎ取ることに成功した。しかし奇策が通用するのは一度きり。この先は孫悟の治癒の髄をもって正面から天下を勝ち取らなければならない。孫権は天魂一擲、全軍を合肥新城へと進軍させた。これこそが最終決戦。 その先の未来をつかむため、赤き虎たちが吠える。孫権に進むべき道を示された陸遜の心もまた熱い炎で燃え上がっていた。私が新しい天下の丞相ですか。各地の代表者を束ね、 皆が納得できる形で天下を取り仕切る、いわば天下すべての士族をおもんばかる大役だ。適任はお前しかおるまい。私は殿の大望のために己の夢を捨てなければと思っていました。違ったのですね。私たちは平和の中でなら 欲張ってもいい。兄上との約束とは形は違うだろうが、いえ、素晴らしい道を示していただきました。よし、ならばその道を阻む最後の敵、我らの全力で打ち破るぞ。
この拠点は陸白元が制圧しました。
軍の増援が接近中。まもなくこの戦場に到達します。わしが相手だ。よく見もらい受けるぞ。そう、私が討ち取りました。うちに引き込み食らうこの合皮心情は魔性の城よ。中央には罠がある。無理に進むな。左右から回り込む。奥へと進撃せよ。敵は増援を呼んで陣を厚くしたか。ひるが全力で打ち破り、城を攻略せよ。やべえな、押されちまってるか。敵に勢いがあるな。者ども、奮戦せよ。こんな罠、いつまでも効きはしませんよ。さあ、一気に攻め込みましょう。東より敵軍の増援が接近中。まもなくこの戦場に到着するぞよ。敵将、私が討ち取りました。無理な局面だが、自力で跳ね返す。私が討ち取りました。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。敵将、私が討ち取りました。ジェイ、俺ら十分だってんの。ああ、いいか、一緒に暴れようぜ。私の自虐が勝てると思いつつ。そう、私が討ち取りました。父、遅れて申し訳ない。私がいれば反撃もできましょう。亡霊を。士官の軍があれば戦局は覆せ。全軍反撃を開始せよ。やるじゃねえか。よっしゃ、俺たちも気合い入れてくぜ。不利な局面だが、私の知略で何とか出さねえか。敵将、私が討ち取りました。敵将、私が討ち取りました。少々厳しい状況だな。かかりますね。
私が討ち取りました。敵将、私が討ち取りました。次はお前か。おひでりにしてやるぜ。私が討ち取りました。敵将、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 私が討ち取りました。おお、よくやった。私もお前に続かねばな。ありがたく来てくれると思っていたぞ。お見事ですな。我らも武を示さねば。私たちは新しい一歩を踏み出すことができました。皆さん、これからの天下は
誰のものでもありません。各地の士族、各地の民が力を出し合って天下を支えるのです。人のためを思い、それが巡り巡っていつか自分のためとなる。それは長い道ですが、互いを思う心があれば道は必ず通じます。導けるさ、お前ならば。さあ、共に進みましょう。新しい平和な時代へと。万歳。